自称明治とか虚偽明治とか。本当に受かったんですか？合格証。え、持ってきたの？どう勉強してたんですか？どうで始まりました、もてちゃんです。さあ今回はですね、はい、小畑俊也です。小畑俊也です。はい、ということで小畑のお兄さんにおいでいただきました。第1回目の動画は出たんですけど、反響はありましたか？やっぱ自称明治とか虚偽明治とか。ああそうね、明治の小学部合格してたけど蹴って早稲田目指すって言ってね、はい、で合格証明書出せみたいなのもね来てたしね。結局共通テストは全然取れないっていうので、そうなんですね、3割台だったんで、すごい言われてるという感じです。本当に受かったんですか？はい、ちゃんと受かりました。もう全部持ってきました。え、持ってきたの？合格証と、もうなんか身分証明書も全部。わー、すごい。じゃあちょっと名前の偽名だから隠さなきゃいけないけど、まあまあまあ、はい。じゃあそれも見せますか。ね、その前に一つお知らせが、まあ今、レントは治験のバイトで病院にいます。そして佐々木は脱退しました。早い。あっという間に脱退しました。でちゃんと勉強してる？はい、してます。それだけ10時間勉強無理っていうことで、だからほら仮面浪人するって言って、いや仮面はきついと思うよっていうのは伝えてて、仮面浪人して10時間っていうのはまず無理だよっていうのを伝えた。そう最初はね、休学とかも考えてみたいな、まあ前期だけやって後期は休学にみたいなのを言ってたんだけど、それじゃあ無理だと思うよって言って伝えて、親と相談して学校通うことに決めました。まあ学校はね P 入れてくれって言われたから P 入れてましたけど、まあ無理ですね。早稲田とのやっぱり差はすごいあるので、そう簡単に行けるとこではないので、社学っつってたそうそうそう、だから相当な差があるので、学力のだからちゃんと本当にびっちりやんないと無理っていうのを伝えたら、脱退の脱退っていうか、まだオーディション状況だから辞退ということになりましたんで。分かりました。はい、そういうお知らせでした。なんでまあね、ちょっと国立目指す人募集したいなと思ってますけどね。ちょっとやっぱね、早稲田2人だったら早稲田企画になっちゃうんで、レントは共通テスト必要なんで、政経目指すから早稲田でもいらないじゃん。だってもう受けたくもないです本当に。そうでしょ、共通テストいらないからさ、共通テスト追ってけないし、なんかもし無理やり受けさせてっていうのはまあありかと思ったけど、ないじゃん、モチベーションが。それだったら国立受ける人募集します。ただしちゃんとやり取りできる人にしてください。また本当にやり取りできない人たちいっぱいいるんで。じゃあ証拠持ってきたんですね。じゃあ見ましょう。はい、名前隠せばいい。はい、振込表は別にいいんじゃないの？これはだって誰でも作れるからさ。あとまあ受験票も一応。ああ、みずほ銀行勘出してんなんだ。へえ。あ、そっか、受験票の、じゃあ。まあ、ただね、名前隠してるからどっちにしろ燃えのじゃねえんじゃないかって言われたらおしまいだな。まあ、そこは受験票もちゃんと持ってきてる。よく言われたら、ね。まあ別に、いや、それを動画に出す必要はない。それ意味ないじゃん。バレちゃうじゃん。あ、そっか。森田先生の言葉だけになっちゃうんですけど、ちょっと信用していただければと思います。はい。これは受験票ですね。泉キャンパスですね。泉キャンパス第2校舎、英語、日本史、国語で3階4教室。3階4教室いました？14048。多分だから同じとこにいた人いるんじゃないですか。合格証明書ってこんな薄っぺらいんだね。薄っぺらいっす。はい、こんな感じで、ね、合格証って書いてあって合格しましたってことです。経営と小学部の後ろの席の女の子が同じだったんですよね、うん、へえ。経営は受かってないってこと？じゃあ経営落ちたんですよね。なるほどね。でも行かないんだね、明治に。小学部は受かったら行こうと思ってたんですけど、うん、経営の方だったら切ろうと思ってました。でも小学部行かないんでしょ？結局行かなかったですね。そうでしょ、相当な人が行きたいとこだから。そう、看板学部だからやっぱり行かないのみたいな、行っときゃよかったのにみたいなね、コメントいっぱい来たと思うんですけど。どういう勉強をしてたんですか？高2の時に受験勉強をちょっと始めようと思ったのが、6月7月ぐらいで、YouTube 見ることから始めようと思って、一番最初におすすめ出てきたのが、なんかオクラちゃんの英単語の動画で。ああ、ターゲットの動画のやつね。ターゲットから始めて、オクラちゃんって呼んでんだ。はい。いろいろやっていったんですけど、ちょっとネクステで挫折して、ちょっと予備校に入ろうってなって、言論会っていう、はいはいはい。予備校に入って、野球先生のところね。そうです。与えられたことをこなしながら、まあ、いろいろ自分でも考えながら、一生懸命はやらずにですけど。一生懸命やってないから叩かれちゃうと思うけど、うん、多分入った時期が、うん、あの高2の10月11月とかだったので、うん、早いんですよ。だから多分その死ぬ気でめちゃくちゃ勉強しなくても受かっちゃったみたいな感じになっちゃって。でいや、どこ目指して受験してたの？あ、早稲田ずっと目指してて。早稲田のどこ？社学と商を目指してて。ああ、早稲田の社学と商で、明治はいくつ受けたの？3つですね。3つで受けたのが商と経営と法学部です。うんうんうん、ってことで、で早稲田3つ受けました。3つ受けたの
当賞と社学ですね。ああ、そういうことですね、はい、受かったのが明治の賞だけだったということ。そうなんですよ、まあ、受験の仕方も変だけどね。だって抑えないわけでしょ。あ、明治が抑えのつもりでした。抑えのつもりだって2つダメだったわけでしょ。結局全然抑えになってない。そうそう。じゃあ実際その英語は何やったの。単語帳は、まあ、ターゲットをやって、うん、文法は関先生のスタディサプリと、うん、田中健一先生っていう人のなんか10大ドリルをやって、うんね、うん、もうそれだけで文法それだけでおしまいなの。問題解けないじゃんそれ。そう、僕もそれは思ったんですけど、まあ、文法なんてそんな細かいところ詰めすぎると時間かかって意味ないみたいな言われて、うん、いやでも最終的に2人目の先生の時になんかネクステをやることになって、うんうん、ネクステをやりました。へえ、終わったのネクステは。やっだけど特に学力も見なかったから、うん、そうじゃないと思うよ。ちゃんとネクステをやれなかったんだと思いますよ。そうですか、うん、みんなだってただネクステ問題解けばおしまいみたいな。だってネクステの問題説明できますかそれぞれ。できると思います。できないよ。できてたらあんな結果にならないから。共通テストですか、うん、あんなにならないから。でも単語と文法詰めただけじゃ共通テストって取れなくないですか。取れないよ。でも4割とかは5割とか取れるよ。それすら取れてないってことは絶対基礎全然できてない。で解釈とかは関先生の世界一分かりやすい英文読解と英文熟語の上下をやって、で長文がルールズの3、4やって、うん、あとはハイパートレーニングの3もやって、うん、ポラリスの3もやりました。それはいいんだけど文法が入ってないで読解やったんだね。読解に必要な文法はなんか多分できてる。できてないからこういう結果になってんだろうけどさ。いや読解に必要な文法があったらあんなに共通テストしょぼくないから、はい、で本番はどうだったの明治の。あ、英語はやっぱり良かったですね。うん、開示とか別にしてないでしょ。そうですね、自己採って形になっちゃうんですけど、うん、経営以外の英語は良かったと思います。え、早稲田は。早稲田は小学部が多分6割ぐらい、社学も多分28点か50点中、うん、で教育がちょっと14点でした。うん、まあ教育難かったね、今年は。本当に基礎がどんだけできてるのかが分からんな、それだと。まあでも本当にね、文法ぐちゃぐちゃでも受験に臨む人は臨むんで、長文だけだからって。え、でも明治はだって文法出るわけじゃん。あ、出ましたね。それ解けたの。7割ぐらいはもう文法はダメです。7割じゃダメです。で、あと長文でいい感じにカバーしていけばいいかな、うん、ああ、なるほどね。7割じゃダメですよ全然。明治の文法で7割じゃ少ないよ。あ、もちろんね、明治合格する人だと別にそれでいいかもしれないですけど、早稲田とか慶応を目指す人が明治の文法で7割ですかっていうのは全然話にならない。レベル全く違うんで、総研の人たちからすると明治の文法なんていうのは基礎問題ですから入ってきないといけないので、それで本当にネクステが完璧だったのかは不思議でしょうがないですが、まあまあ早稲号だから早稲号のやつに従ってやっていってください。え、もう授業始まってんの。あ、国語週に1個受けてくださいって言われて、うん、英語まだ入ってないと。入ってないですね。コテンパンにされてください私の授業で、はい、レベルが全く違うから。マーチとは雲泥の差になりますので、教えることも全然違うのでレベルが。じゃあ国語は主に柳生先生の著書を使って、あ、まあ、ゼロから学生の1をやって、ね、2をやって開発講座もやって、うん、あとはプラチナルール、そしてポラリスの1と2をやって、うんうん、早稲田の国語をやって、うん、それで過去問に行きました。ここは赤いやつね、赤本の教学者のやつね、はい、古文は、はい、古文単語315をやって、スタディサプリの文法とステップアップ文法の問題集をやって、富井の古典読解を一から丁寧みたいな、当時のやつね、はい、でそれで有名私大古文と難関私大古文、河合の先生たちが書いてるやつね、太田先生とかも書いてるやつね。であとはもう早稲田の国語と過去問に、うん、実際本番はどうだったの。自己採をやってないからちょっとわからないんですけど、明治に関しては、うん、早稲田は小学部が6割か7割はいかなかった気がします。教育が5割から6割の間で、うんうんうん、まあ教育難しかったからね今年ね。社学が8割ちょっとぐらい。へえ、そんな取れたんだ。簡単になってたのかな、うん、でも社学ダメだったもんね。日本史は6割しか取れなかったですね。じゃあ英語じゃない。簡単になってたから多分28点だから厳しかった、うん、まあ開示してみないと分かんないですけど。でじゃあ日本史はどうやってたの。ちょっと雑に聞こえちゃうかもしれないんですけど、うん、ムンディ先生の、一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書をやって、はい、 あ、 ね、あとはもうスタディサプリのトップバンド、そうです、バンドハイレベルの通信文化支援をやって、うん、テーマ誌資料問題もそれでやって、うん、であとはヒストリアだけやって、うん、過去問行きました。はいはいはい、そういう感じでやってった。で実際本番どうだった。教育が8割ほどで社学が6割、小学部も多分8割ぐらい、うんうんうん、
みたいな感じでした。なるほどね。まあそれで受かんないとなるとやっぱ早稲田は厳しいものがあるわけですね。日本史だけじゃ全然もうできない、うん、苦手科目があったらいけないと思います、うんうん、そうね。日本史は結構いけたわけで、外資先生素晴らしい、うん、本当にありがとうございます、はい、でね、これからは授業は早稲田合格塾のメンバーになるってことは、そうか、ユーテラに出てる3人なんでユーテラの英、日本史、国語それぞれになりますけど、なるほどね。まああとは平さんに任せるんで、頼りになります。各ね、皆さん行ってる予備校だったりとか塾の更新を私が言って負けるとかっていうのはありませんので、そんな感じでじゃあ頑張っていってください。はい、今日また模試ですね。またその結果をいろいろ聞いていくと思います。で、はい、そして国立受ける人はぜひ追ってくださいって方は言ってください。はい、という感じでした。はい、今回は、はい、おばたのお兄さんにおいでいただきました。はい、じゃあ頑張ってください。